ジョバンニ・フィリッポ・トンマーズをマンフレーディはイタリアのバイオリニスト、作曲家。マンフレーディはルッカに生まれた。彼の家系は音楽一家であり、家族の中にはルッカでは名の知れたオーケストラであったカペラ・ディッパ・ラッツォで活動中のメンバーも複数存在した。マンフレーディに最初に音楽の手ほどきを行ったのはフレディアーノ・マッテオル・ケージとタルティーニ・モンカの ドメニコフェラーリであった。また、1745年から1746年にかけては、ジェノバで、ピエトロ・ナルディーニにも教えを仰いでいた。1758年以降、マンフレーディは、ルッカのパラティーナ礼拝堂で、主席バイオリニストを務め、同時に、北イタリアの様々な都市をめぐって、ソロコンサートを催した。ミラノでは、ナルディーニ、ジュゼッペ・カンビーニ、 そしてルイジ・ボッケリーニと共に室内楽活動を盛んに行い、その後1762年にはボッケリーニとデュオを結成する。二人はウィーンで演奏会を開き、フランスに赴いてパリのコンセール・スピリチュエルでも演奏した。また彼らはパリにおいてスペイン大使の仲介により、スペイン王子ドン・ルイスの施設オーケストラでの職を得た。 しかしワンフレーディは1772年に、故郷ルク化のパラディーナ礼拝堂へと戻り、その後この地で、短い生涯を終えるまでこの職に泊まった。注釈、ありがとうございます。